え、ズッズさんもしかして多分風チャンネル見てるって思ってしまいました。はい、多分風チャンネルのルーリオです。本日はですね、藤井風さんのアリーナツアー二次受付チケット応募が始まりましたので、その動画を撮っていきたいなと思っております。ぜひ最後までご覧にいただけると幸いです。このチャンネルでは藤井風さんを中心に取り扱いをしています音楽のチャンネルとなっております。もしこの動画を見てですね、気に入ってくださいましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、てなわけで本日ですね、今が11月18日金曜日ですね、撮影しておりますが、昨日の17日木曜日の夜にですね、ズッズさんからですねお知らせがあり、アリーナツアー2022年から23年のね、藤井風さんのアリーナツアーのチケットの二次受付が始まるよっていうところのお知らせありましたね。ちょっと余談なんですけど、いきなり昨日、17日の、夜8時にですね、この多分風チャンネルでですね、皆さんからアンケート集計させていただいたもののデータをですね公開しました。でそちらのデータなんですけど、この会場が結構倍率高かったよとか、この会場結構倍率低くてチャンスかもよみたいな二次受付に対しての動画だったんですね。でそれが8時に公開で、その後8時40分45分ぐらい、1時間経たないうちにですね、藤井風アプリの方からズッズさんのね公式からですね、こうこうこうすれば当たりやすくなりますよみたいなね、ほぼほぼ同じような、もうあれですよ、動画の内容の質は絶対ズッズさんの方上なんですけど、僕なんか全然なんですけどね、同じような動画でですね、え、ズッズさんもしかして多分風チャンネル見てるって思ってしまいました。勝手に僕が思ってるだけなんで、あ、見てんじゃねとか思ったんですけど、皆さんそう思いませんでした？いや、僕の勘違いですよね。それはねちょっとさておいて、早速その藤井風さんのアリーナツアーのですね、詳細見ていきたいなと思っております。でですね、昨日の来た通知、これですね、藤井風ラブオールアリーナツアーチケット二次選考抽選受付決定ということで、オフィシャル選考抽選二次受付の申し込み期間がですね、11月18日金曜日6時から、11月21日23時59分までということで、一次受付は1週間ぐらいあったのかな、あったと思うんですけど、今回二次受付がですね2日ちょい3日ちょいかなので、3日ちょいなので結構短い期間となっておりますので、皆さんお忘れなく、申し込みお忘れなくよろしくお願いします。特にね、今回1時でですね残念だった方はですね、2時どうしても当てたいって思われてると思いますので、ぜひお忘れなくよろしくお願いします。でそのね、この通知が来る前に、なんとね、ズッズさんから優しいねお知らせが来ましたね。お知らせ前の先行お知らせという、ダブルお知らせですね。で何回か書かせていただいたので、分かっとるわという方はスルーでお願いしますってことで、すごい前置きがありまして、このラブオールアリーナツアーの、チケットのね少しアドバイスをさせていただきますということで、僕の集計したデータも確かに実際に皆さんに入れていただいたデータなので、ね、ほぼほぼ合ってると思うんですけど、誤入力があったりだとか、そういうところもあるので、ちょっとねこういったところ、このズッズさんのお知らせをちょっと かいつまんで見てみましょう。でまず1次で落選したのになんで2次受付があるのっていう質問をですね、僕が結構受けるんですよね。でそこをズッズさんが答えてくださってて、これは1次で申し込み当選した方でも何らかの事情で期日内にチケット代を入金されないとキャンセル扱いとなり、そういったキャンセルが出た分や
一次受付でキャパシティに到達していなかった公演の二次受付をこれから行わせていただきますということなので、まあ、例えば、クレジットカード払いにしてたけどそのクレジットカードが有効期限が切れてたとか、あとはコンビニ払いにしてたけどコンビニ払いするの忘れたみたいなチケットがある、もしくはまあ一時受付でまあちょっと余裕ある会場あるよみたいなところで、二次そのチケットを二次受付で、これから行わせていただきますというふうに書いてますね。で一次受付が終了しこれから二次受付に向かうにあたって傾向と対策をここに知らせておきます。なんか赤本みたいな感じですね。ズッズさんの言葉でですね、土日公演の会場はまたも土曜日に集中申し込みが集中してしまいました。スタジアムライブの時にも言いましたが土日公演の場合は日曜日が有力説ありますってことで、まあ、このパナスタのねあの10月に行われた風さんのアリーナじゃないなスタジアムライブの時もですね、ズッズさんからお知らせありましたけど日曜日の方が比較的倍率低いよってことですね。これはまあ僕が推測する限りやっぱり土日休みの方が多くて、まあ、地元の方だとまあ土日どっちも行けるよって方も多いかもしれないんですけど、まあ、地方から遠征するっていう場合はですね、まあ、土曜日行って土曜日一泊して日曜日帰ってくるみたいな遠征の仕方がしやすいのかなっていうところで、まあ、日曜日の方が、まあ、比較的空いてるんじゃないかっていうところ、まあ、空いてるんでしょうね実際にこのことを言うってことはね。で続きましてズッズさんの言葉ですね、そして会場選定ですが都心の公演は当然申し込み数が多い人口比率の点でので、倍率が上がります。なので横割りとか結構激戦でしたよね。あの昨日のデータとあのズッズさんの傾向と対策もバッチリ合ってるなと思って、あいいデータ収集できたなとあのひしひしと感じておりました。で、まあ、親子席についてですねズッズさんの言葉で今回のツアーでは、指定席と親子席がありますが通常席と親子席の席数を比べた場合、どの会場も圧倒的に通常席の方が多いので確率の問題で親子席が当選するのが難しくなります。もちろん通常席でも親子でご覧いただけますということなので、もう親子席狙ってたんだけどもしねあの親子で息子さん娘さんがですねあのスマホ持ってる場合はですねあの通常席で申し込んだ方がいいかもしれませんといったようなことを踏まえズッズさんですね、都心公演の大阪城ホールやツアーファイナルといった付加価値も加わる横浜アリーナ公演土曜日の公演は難しいですだそうです。だから大阪と神奈川横アリは結構難しいのかな。で土曜日公演も結構難しいと。で私ならこのツアーで一番キャパシティの大きい埼玉スーパーアリーナもしくは、宮城名古屋福井の日曜日を狙います。でこれ聞いて僕のデータここにバンって貼ってみるんですけど、比較的ズッズさんが上げてる会場って上位に来てるんですよね。一次受付の当選確率も上位に来てて、ああなんかデータ合ってるなと確認できました。本当に皆さんご回答ありがとうございます。でまあ、埼玉スーパーアリーナも都心だけど結構でかいから当たってる人が多いみたいですね。で最後に実はこれが一番の問題点というのをお知らせさせていただきます。それは申し込み時の文字打ち間違い問題です。ちなみに一次受付では、おそらく文字打ち間違いによる申し込みはじかれ、不正対象扱いの、件数が何千ものありました、だそうです。なので皆さん携帯番号とかあとは自分の名前、住所とか打ち間違いがないかっていうところを確認しましょう。もしねちょっと心配な方は身近に誰か相談できる方がいらっしゃれば一緒に見ていただくっていうのも一つ手かなというふうに思っております。今回スマチケ限定というところで指定席はなので紙チケよりちょっと入力項目多かったりすると思うのでそこちょっと間違ってないかっていうところをですね注意して外れた前回残念だった方はですね申し込み
二次受付ではしていただければいいかなというふうに思っております。はい、でですね、最後ですね、あの僕 E プラスの人間でも藤井風さん運営の人間でも本当にないんですよ。で結構ね、実はチケットもらってますかとかパナスタとかでも聞かれたんですけど、マジでそんなことないんです。そんなことないんですけど、結構勘違いというか、僕にいろいろお話質問が飛んできてですね、今回は2点ですね、ちょっと答えておきたいなというふうに思っております。まず1点目が、複数会場申し込み OK ですかって、今回のね、アリーナツアーですね。で一時受付の時、僕前の動画でも言ったんですけど、一応 E プラスの方にお電話をさせていただいて、確認しました。で複数公演申し込み OK ということをご回答いただいております。それはね、ちょっと日本語分かりにくいんですけど、 E プラスの藤井風さんのね、特設サイトにも書かれているので、まあ、大丈夫かなというふうに思っております。僕の中のイメージでは、各会場、例えば宮城、大阪、横浜みたいな各会場の箱があって、その箱の中に名前を1個入れれますよ。なので大阪に1個名前入れるのは OK だし、宮城に同時に同じ名前を1個入れるのも OK。 ただ大阪っていう会場の1個の会場に自分の名前を入れて、他のね、友達の同行者として自分の名前をもう一回入れちゃうと NG になりますよっていう、僕のイメージ、そうイメージつけると結構分かりやすいなと思ってるので、そういったイメージです。なので複数会場は OK、 ただし複数回同じ会場に、申し込むのは NG だと思っております。でもう一つ、一次受付で当選したんですけど、二次受付申し込んで大丈夫ですかっていうふうに聞かれたんですけど、僕 E プラスでまだ E プラスには聞いてないんですけど、その文言を見る限り、一次受付でどうだったかみたいなところ、二次受付の文言を見る限りですね、何も書いていませんので、特に問題なく受付できるんじゃないかなというふうに思っております。僕はちょっと二次受付するか迷ってるんですけど、実際去年のね、アリーナツアー、僕一次受付で1個持ってたんですけど、当選したんですけど、二次受付でも当選するということあったので、まあ特にまあ問題ないんじゃないかなというふうに思っております。まあ皆さんのそこは判断次第ということで、よろしくお願いいたします。はい、てなわけでですね、今日は藤井風さんアリーナツアーのですね、二次受付についてたらたらとお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まとめますとですね、ズッツさん曰く、埼玉スーパーアリーナ、宮城、名古屋、福井の日曜日が狙い目なんじゃないかっていうところですね、がズッツさんからありました。で、まあそのデータはですね、僕の1個前の動画見ていただくと分かると思うんですけど、まあほぼほぼ一致してるので、まあまあそうだろうなっていう、まあ、ズッツさんのズッツダイアリーのおかげで僕も答え合わせができて、ちょっとホッとしておるといった動画でした。なので期日がね、ちょっと短い期日となっておりますので、特にね、一時選考残念だった方、必ずお忘れなく申し込み、また誤字脱字等ないようにですね、申し込みしていただければいいなというふうに思っております。で二次受付の発表、ちょっといつか僕まだ分かってないんですけど、まあそれに合わせてできたらこちらのチャンネルで生配信もしたいなというふうに思っておりますので、もしよければですね、通知オンボタンを押しておいていただけるとですね、今後このチャンネルからの動画であったりとか生配信の時、通知がいってすぐ皆さん確認できる状態になるかなというふうに思いますので、ぜひそちらの通知ボタン、ベルマークのね、タップもよろしくお願いいたします。はい、てなわけでダラダラとお話しさせていただきましたが、本日の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。